はい、おはようございます。ここはね、伊賀サービスエリア名阪国道ですね。今日はね、ここをスタートとしまして、今回は静岡横断の旅です。旅言うてもね、今回は、寝袋もテントも持ってきておりませんので、多分ネットカフェ、こちらを利用しながら行こうかなと思っております。予定では2泊3日です。ということでね、ただいまちょっと朝一発、休憩がてらこちらの方に寄っております。時刻はちょうど10時ですね。ということで今日も元気に行ってみよう。はい、名阪国道伊賀サービスエリアでした。ということで今からスタートします。天気の方はね、見てください、快晴です。で、しかもね、これ2泊3日の旅なんですけども、これ正直言ってカッパいらんのんちゃうかなーいう天気予報ですね。名阪国道東に向けてゴーです。はい、現在東名阪を走っております。ここはね、名阪国道と違って有料道路なんですけども、名阪国道ね、亀山で降りて、四日市名古屋と過ぎて、静岡に入る。これね、大渋滞いつも起こしてるんですよ。で、ちょっとね、今回13時までになんとか目的地に着きたいところがあるんです。ということでね、四日市と名古屋、これをねワープしたいと思います。はい、現在東名高速に入りました。時刻がね、11時46分。今日はね、天気が良すぎて暑いです。この着てきたジャケット、これ間違えたかなぁ思って。メッシュにすればよかったなぁ思って。めちゃめちゃ暑いです。もう真夏ですよ。まだ6月や言うのに。行き当たりばったりとはいえ、今回ね、目的一つあるんで、それにね、時間内にたどり着きたい。そのために高速乗ってんのにね、それで間に合えへんかったらシャレならんのでね、先を急ぎたいと思います。はい、横が浜名湖ですね。ちょっとカメラでは捉えてないかな。で、時刻が現在12時20分。目的地までね、あと30分。なんとか間に合うと思いますけどね。カメラで見えるかな、浜名湖。はい、今、東名高速岩田インターチェンジを降りました。で、こっからですね、静岡県道86号線、これに入っていきます。あ、ガソリンランプがついてるな。ガソリン入れなあかんな。そうそう、目的地なんですけども、鈴木ラーメンっていうとこなんです。この鈴木ラーメンなんですけども、なんとバイクメーカーの鈴木のようなラーメン屋さん、まあだから鈴木のりにとっては聖地。実際にはね、鈴木とは何の関係もないみたいなんですけど、それでもね、鈴木の社員にはかなり有名みたいです。しかもね、ヤマハの本社前にあるんですよ。
もう喧嘩売ってるとしか思えんぐらいのねラーメン屋ですでこれをね静岡在住の YouTuber グレート X さんに教えてもらってね、で、私もちょっと行ってみたいと思いまして、で今回ねいろんな見どころをグレート X さんに教えてもらったんで、まあまあそっちの方をこう観光しながら走ろうかなと思っております。でね、その鈴木ラーメンなんですけども、どうやらネットで見てると14時で閉店みたいなんですよ。でね、私今回ちょっと高速を使って、ワープさせてもらいました。今12時45分もうラストオーダーも考えるとね、時間ギリギリなんで、この高速使って間に合ってなかったらもう何のために高速乗ったかわからないんです。でね、その鈴木ラーメンの、営業時間に間に合うと、もうあとはね高速は使いません。下道でのんびり行きます。まずはガソリン補給です。よし、はい、ね、間もなく到着なんですが、どこや、あ、違うな、どこや、あ、これや、これ見てください、鈴木ラーメン、ここです。いや、ではこちらの方でね、今からお昼を食べたいと思います。はい、ありがとうございます。
ごちそうさまでした。まあそれにしても斬新な名前でしたよね。ヤマハの本社前で鈴木ラーメン、しかもあの看板そのまんまですよね。でまあせっかくねここまで来たんで、ヤマハコミュニケーションプラザ、こちらにね寄ってみたいと思います。もうね目と鼻の先ですんでね、すぐです。どこや、ここかな。ヤマハ発動機株式会社、ヤマハコミュニケーションプラザ。で、二輪駐車場、ここ止めてええんかな。よいしょ、ほい、到着です。はい、コミュニケーションプラザですね。こちら入ってみたいと思います。撮影 OK、 ご自由にお取りください。ダブルアリア155、これなトヨタ 2000GT、ヤマハ発動機の歴史、ほう、RD56、 パッソリア、いいね、 RZ、 これはちょうど高校生の時です。 RZ2 班、これ発売された時はね衝撃受けました。カラーリングもかっこよかった。これ冬はラジエーターにガムテープ貼って走ってましたもんね。これファイナルセロやな。残念ながら俺の一個後のやつやな。はい、ヤマハコミュニケーションプラザでした。うん、よかったです。あれでね無料ですからね。で今駐輪場見たらヤマハのバイク私だけでした。あとは川崎とかハーレーとかそんなんばかりでしたね。なかなか素晴らしい。まあそんなこと言いながらもね、ヤマハのバイクで鈴木ラーメン食べに行きましたけどね。時刻がね2時25分。まあ今日はねネットカフェに泊まるんで、そんなに急いでねネットカフェに入らんでも大丈夫なんでね。もう一箇所ねちょっとブラブラっとしてからどっかの快活に入ろうかなと思います。はい、現在ね国道1号線から、国道473号線、こちらを走っております。さっきまでね市街地を走るともう暑いぐらいやったんですけど、こういう山岳の方に入ってくるとやっぱりねちょうどいいぐらいですね、このジャケットで、めっちゃ風が涼しいです。はい、セブンイレブンにね、ちょっと寄っていきたいと思います。喉乾いた。はい、水分補給とトイレ、済ませました。現在3時半ですね。なんかね
雨が降りそうな、なんか変な感じ。天気予報ではね、全く大丈夫っていう予想やったんですけどね。はい、こちらがね、千頭駅ですね。ここへ来るのも久々です。ここね、疲れた。よし、ちょっと休憩。前から思ってるんですよね、あそこのハイ列車、あの中で一泊したいなぁと。あそこやったらね、雨風しのげるんで、寝袋さえあればどうにかなると思うんですけど、今日はその寝袋さえ持ってきてないんでね。はい、トロッコ列車の休憩所でちょっとコーヒーを一杯呼ばれました。では行きます。こっからね、スマタ橋の方へ進んでいきますけど、スマタ橋までは行きません。そんなとこ行っとったらね、もう日が沈んでしまいますんでね。まあその手前にある奥大井湖上駅っていうところ、それをね一回見てみたくて今向かっております。これか、奥大井湖上駅パーキング、これか。これですか。湖上駅カフェ、そんなんあるんや。でも週末のみオープンですね。今日は平日なのでどうしようもないです。ここはね、慌てたら踏み外してこけるで。これ結構大変やな、これ。うわ、見てください。お、真横に大井川鉄道の線路が、こんな感じ。ここでかっこよく電車が来たらええねんけどな。そんなうまいことはいかんわな。っていうか、時刻が5時10分。もう終電終わってんのかな、ひょっとして。奥大井湖上。あ、なんかすげえ。なんか恋人の椅子があるな。こう、なんていうんかな。傾斜がついてて、寄り添えるようになってる。奥大井湖上駅。あ、なるほどな。恋の城前っていうことか。はあ、すげえ。いっぱいついてるわ。へえ、いいね。ここは風の妖精たちの遊び場所。お、茶箱や、茶箱。へえ、お茶の葉っぱのね、茶箱。お土産にはちょうどいいんかな。
電車来るかなと思って待ってたんですけど、時刻表見たらもう終わってました。15時台で終わりですわ、残念。何本待っても電車来えへんはずや。はい、奥大井湖上駅でした。なかなかね、普段見れないような駅なので、まあわざわざ来てよかったなと思っております。まあ人生でそう何回も来るような駅ではないと思いますんでね、僕は生まれて初めてあの駅に行きました。なんかね、さっき雨がパラパラパラっと来て一瞬焦ったんですけど、長いトンネルを抜けると結構小降りに変わったんですが、今もまだ小雨がパラパラと降ってるようなそんな感じですね。いやー、やっぱり降ってるなこれ、かなわんな。カッパを着るか着まいか悩むな。どうもね、ほらこれから向かう方向の山が結構ね曇ってるんですよね、これ怪しげ。わあ、これ結構降ってるぞ。わあ、これダメだ、ダメダメダメ、全くダメです。めっちゃ降ってます。避難や避難、これはあかん。どっか避難するとこないかな。何これ。偶然陸橋の下で雨宿りができましたので、こちらでただいま休憩中です。雨の方は結構本降り、カッパを着るしかないようです。いやー、参りました。ずぶ濡れなりました。まあなんとかね、カッパを着てやり過ごせて、今はちょっと雨止んでるかな。で、またカメラをね、一旦引き上げて雨の中走ってたんですけど、雨がね、まあ小雨になったいうか、ちょっと上がったかなっていう感じやったんで、再びカメラをセットしました。あー、参った。まあしゃあないですかね、僕の日頃の行いが悪いんでしょう。まあもしくはね、ついてないことがあれば次はいいことがある、まあそんな風に考えて、いかんとね、あまりにも悲しすぎます。時刻がちょうど19時ですね。丸亀製麺入ります。丸亀製麺ですね。こちら入っていきます。はい、カレーうどんと白いご飯ですね、こちらを注文しました。